とりあえずまあ強いのでしっかりと打開ポジで、こんにちは、ダブルキルコース。さあ C 取っていきましょう。その奥いるね。 AK47 のグレーシャーか。さあゴリ当てでカット、まだまだ行こうぜ。こんにちは。いやここで自爆かましたいな。あ、いけるいけるいける、自爆いく、ドーン、爆発、ドーン、ははははい、どうもジャヌダルクです。というわけで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回紹介するのはシーズン3で追加された新スコアストリークのこちら XS1 ゴリ当てなんですが、まあ、こちらにこう隠れた機能というか、あんまりまあスポットが当たっていない、まあ自爆機能っていうのがありまして、まあ聞こえは良くないというか、まああんまり印象は良くないよね。ただまあ僕自身ね、どっちにしろ死ぬなら使ってね、まあ自爆して損じゃないよねって僕は思いますので、まあ早速ね、そのゴリ当ての自爆機能にスポット当てて、まあ実況していこうかなと思います。はい。ということでこれからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでクラッシュのドミネーションやっていきたいと思います。まあそうですね、ゴリアテ自体は溜まりやすいというか、なんだろうね、プレデターまで溜まったらとりあえずは出せるんじゃないかなってぐらいまで行きますので、まあとりあえずはまあプレデターまでね、回すことを意識してやっていこうかなと。よいしょ。まあさすがにね、ランクまで回すってなったら相当実力ないと難しいと思いますが、まあドミネーションだったらね、うまいことこうディスがこう変わっていって、でその都度その都度生き残ってたら出せるんじゃないかなと。まあ V トルほどね難しくはないよね。割と出しやすいところにあると思うので、まあ多分ワンチャン弱点が来るんじゃないかなね。で逆にドラゴンファイヤーが弱すぎるんで、多分そこの強化入ると思うんだけど、皆さん的にどうですかね、今のスコストね。ゴリアで出されたらちょっと絶望じゃないですか。まあ確かにキルストだとかスコストで、あと装備によってはちゃんと打開できるんですけど、ちょっとね難しいところありますよね。1枚カットで、まだ奥いるんでしっかりと下がりつつ見ていきたい。 OK、 ナイス。さあ UAV まであと少し。いや味方がサイド守ってくれてるから、センターは私が抑えていきたいところではあるんですよ。ナイス UAV。 さあこれであとは楽だね。うん、あとはこうやって抜くだけ。 OK。 さあプレデターまで溜まるんだけど、いけるかな。味方カバーよろしく。 OK、 いいね。味方がヘイト買ってくれてる間に OK と。でこれでゴリアテが多分黙るじゃない、溜まるはず。 OK、 あと少しだな。 OK、 さあゴリアテ溜まりましたよと。さあ B が全く取れてない状況だったんですが、しっかりとこれで打開ができるんじゃないかなと。さあこの左翼ね結構強いので、ここで出して持っていきましょうか。さあナイスゴリアテ、手前いる、やばいよそれ。 OK、 ナイスカット。さあではゴリアテ使っていきましょう。ゴリアテオンラインで、さあ体力ゲージが強化入ってだいぶ強くなってるんで、ゴリアテパイセンが。そう、もともと救援物資の時はクソザコナメクジだったんですが、こちら集団率もアップで、かつ強化、体力強化も入ってるんで、普通にまあ強いっちゃ強いですよね。これ単体でもめちゃめちゃ強い。逆にあれなんかな、救援物資の方はまぐれすぎるから弱体が入ってんのかな。そういう修正とか細かい修正してなさそうだけど、とりあえずまあ強いのでしっかりと打開ポジで、こんにちは、ダブルキルコース。さあ C 取っていきましょう。その奥いるね。 AK47 のグレーシャーか。いた、めっちゃいる。ナイス味方カバー。待って奥いる、いるね。手前カットで、そこもうわージャンプしてきたな。オッケーオッケー。さあゴリ当てでカット、まだまだ行こうぜ。おった、こんにちは。いやここで自爆かましたいな。どうする、ここで自爆かませる、いける、いやいけるか、ここじゃなくね、 C で行く。あ、いけるいけるいける、自爆いく、ドーン、爆発、ドーン、ははは。さあちゃんとこれ自爆キルなってますね。すげえ、ちゃんとすごいね、そこら辺のこだわり方。やっぱ他人のキルじゃなくてセルフキル扱いになるから、そこら辺ありがたいというか、敵にキルストたまんないからいいよね。多分たまんないよね。アシストは入んのかなあれ。ちょっとそこら辺検証してないんで全くわかんないんですけど、多分入んないよね。さあ、ではこっからラウンド切り替え。とりあえず開幕は B 手前まで行きまして、そこで飛ばす。よいしょ。飛ぶかな、飛んでくれ。飛ばないか。あ、どっから抜かれたそれ。怖すぎ。あー、てか敵救援物資出してる。やばくね、あんだけさ俺ゴリゴリ押してたのに救援物資溜まる余裕あったね、思いませんか。さあではこれでテンペストで勝っていくスタイル。ナイス、ダブルキル。ほい、そこいるの分かっているんです。ナイス、待って後ろ。オッケー、ははははは、無双すぎ。待ってやめ、オッケー、まだいる。あ、まだ永遠にループしてんじゃんこれ、ずっとこうで気持ちいい。どうぞお前もほら激怒でしょ、やばいね、めちゃめちゃ感電してたね。UAV オンラインからのプレデターミサイルを出していきながら、そこにすがりで車ごと爆破。ではゴリアテ使っていきましょうか。よいしょ、ゴリアテパイセンオンライン。さあもう一回切る。あー、プレデター2回目溜まったね、気持ちいい。あー待って、近くいんな、来られたらめんどくさいところに出す。いやー待って、やばい、うーん、君殺したい、危な。
さあゴリアテ2個溜まったね。あ、これもう1回さ、もう自爆だけで消費しちゃっていい？ 2 個目溜まったからさ、ちょっと贅沢な使い方するわゴリアテの。あー待って、テンペストじゃない、トリップマン、けど私は無敵なんです。大丈夫。さあ行くぜ、これがゴリアテの爆破。おーっとーもうバカすぎる、バカゲーか何か。ではここに焚いておきましょう。いやもう終わっちゃうな、ちょっと待って、これ嫌な予感する。あ待って、終わっちゃった、最悪。いやー3点取りしちゃったか。まあこういう形でね、もうバリバリ拠点取ってドミネーション活躍できますので、まあやっぱゴリアテイコール正義ですね。あとね、ゴリアテで殴るやつあるじゃん、近接。そう、あの格闘ちょっとやってみたいんよね。そう、これも隠れた機能だと思うんだよ。ちょっとそれいいの忘れてた。AW の頃はゴリアテの、右のサイコガンっていうかサイコシスみたいな、あのガトリング砲で殴るのが確かゴリアテなんですよ。ドーンみたいな、突き飛ばすみたいな。ただこの作品だったらどうなんだろう、ナイフ振るのかな。はい、そこら辺ちょっと非常に楽しみなんで、もう一回ちょっとやっていきましょうか。敵めっちゃ抜けてるはい、38キル2ですと、ありがとうございます。はい、ということでスタンドオフのドミネーションやっていきたいと思います。まあそうですね、格闘家、そう、もう言ったら最強のアーマーを包んだ状態で無理やりナイファーするわけなんで、まあ非常に楽しみなところではあるんですけど、いやーどうなんだろう、強いのかな、弱いのかな。まあ機動力がないからね、普通に避けられそうなところあるけど、そこら辺ちょっとね、あの強化というか修正入れてくれてたらありがたいところ。さあ開幕セムテックスで飛ばしいの、いないね、大丈夫かな。とりあえずここ取ってと、いた、スナイパーくんカットで、アルファ周り1人いるんで AK47 グレーシャーカットしつつ、後ろからジャンプ打ち、うっそー、まだ湧いてきやがったか。とりあえずけど UAV が出たからこれで大丈夫なはず、味方がうまいことを打開してくれそう。さあ C の底にセムテックス投げて、ちょっとでもヘイトをかわせる。お、大丈夫、ナイスカット。いやーいいね、 B 取れてんね。いやマジで味方がありがたすぎる。待って、スナイパーがいる、クソイムかました。いやスナイパーに動揺すんな俺、敵もビビってるはずだ。ただこれで B はうまいこと守れたので、敵の奥買っていきましょうか。手前はいないかな、大丈夫かな、大丈夫、 OK、 リロードする。ちょっと体力的に厳しいが大丈夫でしょうか、見るよそこ、ん、大丈夫じゃね。さあアルファ取っていきましょうか。待って、爆発物怖いよそれ、何、 OK、 ナイスアルファ。さあこれで UAV 出してもう一回打開していきましょう。あー多分ねこれ B じゃなくて C 取ってこっちに来る流れなんだよね。あーガソスタ置きしてんな、ガソスタから湧いてるんだったらありがたい、ここで抑えればあとは勝利。1枚で2枚目カットで、プレデターミサイルまで溜まったのでしっかりと、よいしょと、キルしていって、オッケー、溜まりましたね。ただ後半にちょっと繋いでいきましょうか。ナイス処理。はい、ということで50対17。開幕ちょっとわけわからんことなってましたが、まあ敵さん芋スナイパーしてくれてるおかげで、旗は大丈夫そうですね。さあ、ではゴリアテ使っていきましょうか。開幕はまだ溜まってないんで、テンペスト使おうか。よいしょ。これで B 旗無視して、嫁ります。嫁ります。つえー。どうしようかな。こっちからいけるかな。そこです。おい、お前、よし、ナイス感電。で、後ろいるね、多分。よいしょ。オッケー、なんか知らんけど、いい感じでキルできましたよと。さあ、ではゴリアテ、どこで出そうかな。敵リスまで来ちゃったよ、俺。オッケー。さあ、UAV 出していって、多分そこ来るから、しっかりと弾幕で、で、ゴリアテ出していく。スッ、で、プレデターミサイルオンライン。多分ね、外周から来るから、こいつをカットしといて、しっかりとゴリアテ守っていきながら。いいね、ゴリアテ2回目溜まったね。どうせ、これボロ勝ちしちゃうから味方にあげよう、ゴリアテ。よいしょ。ゴリアテオンライン。さあ、あえて近接で殴りますよ。A 取ってんね。いけるかな。さあ、トートコを走るよ、ハム太郎。待って、これガソスタ置きしてね。大丈夫、いける？いや、アルファ味方行ってんだよな、これ。ガソスタから行こうか。ね。いや、殴らせてほしい、マジで。マジで殴らせて。外周行ってんね。いいよ。そのままこっち行って、あ、敵がランチャーで撃ってこようとしている。大丈夫。はい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 。逃げまとえ、愚民ども。あ、いた。そこです。お、なんか、違う。いつもと違う。特殊格闘。さっ、あー、ちゃんとこれ AW だ、 AW ディスペクトしてる。せっ、全然当たれへん、全然当たれへん。オッケー、とりあえず殺せた待って、全然あかんけど。あー、けどかっこいい、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 かっこいい。え、やばい、もうすごい、背筋ドドドってした。いやけどあれだったね、ちゃんと敵の視点だったら、あの格闘振ってましたよね、ブンブンって。あれちゃんと AW ディスペクトですよね。はい、ということで、今回は非常にテンションがバカ上げの、ゴリアテパイセンでした。まあそうですね、あの基本的にゴリアテ出せる時って相当ね優位な状況なので、結構一方的な試合は多かったと思いますが、まあゴリアテの無双をね見ていただけたんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回 COD モバイルで新しく追加された XS1 ゴリアテ、いや本当にテンション上がったね、格闘は。はい、まあ自爆に関してはまあちょっとネタというか、まあこんなもんかって感じなんですけども、まあ格闘はマジで AW リスペクトで、COD やってる人からしたらすごいテンション上がるもんじゃないかなと思います。
はい、ということでこれからもねこういった形の、まあ、隠れ機能だとかね COD 本件にちょっとつながるようなね話、モバイルの方でもやっていけたらなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。